はい、青春秘密口アワーです。今回は長野県の団地堂さんに再び来たんですけれども、こちら古本屋さんなんですけれども、古本だけでなく結構ね、いろいろ面白いものが売っているので、店内の方にも入っていきましょう。まあ古本がメインではあるんですけれども、これカルタとかね、この辺のいいですね、巨人の星の絵合わせとか、まあ、この箱絵がめちゃくちゃいいですね。この辺がキャプテンスカーレット、いやーでもかなり古いそうですね、当時100円ですからね。ゴッドシグマとか、あとこの辺テディベアみたいなものとか、この何これ、ポーラベアかわいいなとか、このこれ何なんだろうね、中国のものがあったり、まあ本がねメインではあるんですが、古物も売ってるので、結構あちこち見て回ると面白いものがあるのかもしれません。なんかね、こういう店頭用の、これ誰なんだろう、大物があったり、ミニカーなんかもね、こっち100円だったり、この辺の銀行の貯金箱があったり、面白いんですよね。でこの辺にも、あこれめちゃくちゃゴム連発、あゴジラとか、いやなんかね、この辺のピストルも当時感ありますね。こういったものがね、ちょっと要所要所に眠っているといって、これも銀玉鉄砲関係ですね。そういったものがあったり、あとこれ何なんだろう、あとこれはなんかパズル的なものがあります。でレコードなんかもね、当時のものもかなりいっぱいこの中には眠っているので、まあこういったものをね探されてる方であると、面白いお店なんじゃないかなと思いきや、上にはこの絶版のスケールモデルもあります。いやこれも箱絵がね、どれも素晴らしい箱絵だったり、このキャラメルのね箱が単体で売ってるんですよね、タイガーメルト。これ多分空箱だけなんですけども、こういったものもね、貴重なね空箱だけが売っていたりと、面白いお店なんですけども、あとはよいしょ、いやこれまたね、あの商店街の中にあるので、そういった面でもね雰囲気もいいところの立地条件にもなっております。これ中1コース手帳とか、いやなんか見たことないけど面白いもの、あ懐かしいな、これポケットメイトとかもありますし、あいろんな、これ何、上野動物園もあります。いや本当にね、このかといってこの辺のちょっとね古物的なこう骨董っぽいものもあれば、長野県のこのスノーレッツのぬいぐるみがあったり、ここは車系ですね、車系の箱絵がいいなと、ね、中にはプラ系のねこのスーパーカー関係があったりと、よいしょ、あこの辺一行関係のパトカーもあります。でこの辺小物ですね、あキャプテンハーロックの時計があったり、ピンバッジがあったり、いやメンコ関係ですね、これかなり古いメンコ関係ですね、メンコの中でもそういうものもあります。これも何なんだろう、絵本、ディズニーの絵本ですね、あこういうキーホルダーありましたよね昔ね、結構いやこんな感じでね、いろいろあるんですけども、これ何、これ何なんだろう、これめちゃめちゃ、これこれなんだこれ、かわいいな、これなんだこれ、飾るのかな、なんか飾るやつっすよねこれ多分ね。で先ほどねちょっとねホリホリしたんですけど、ここここやばいんすよ、ここのね靴、いや最近本当にこの箱の靴探してて、これ500円ですよ箱の靴、いやこれ空中都市008、もう全然知らないんだけど、これそういうのあったのかな、空中都市008、箱がついてるのがいいっすよね、アポロの靴だと思うんですけど、これ買ってきますね。あとはこれ箱がないんですよね、でもどれも安いですよね。あ天使忍者嵐も500円、この辺のボールとかも可愛いけどな、絵柄がどれも、わすごい絵柄ね、めちゃくちゃ可愛いな。いやこれ箱がないのがちょっと残念なんですけど、これはね箱付きなんで買っていきたいと思います。いやあとはこの辺もポスターかな、ポスター関係もあったり、
あとこれもいいんだよね、この巨人の星の絵合わせ。いやーこれもいいよね。これ1個。そうですね、この2つ買っとこうかな。この2つちょっとね、靴はもうちょっと劣化しちゃってるけど、この箱がね素晴らしいので、この2つはお買い上げしていきたいなと思います。ただここも、いや東尋坊とか、いや昭和だな、めちゃくちゃ昭和、すごいな。こういう観光パンフレットみたいなね、各地全国の、まあ、絵はがきとかパンフレットとか、こういうのもね、なんかめちゃくちゃ雰囲気いいな。これ最高じゃないですか。日本ライン下り、日本ライン、東尋坊、東尋坊、すごいな。こういうのもかなり貴重なんじゃないかなと思うんですけど、だからいやー、いろいろこのステッカー関係もありますね。いやー面白いものがいっぱいあります。いいかな、買い忘れちゃいけないんで、せっかくなんでね、こういう感じで、いやどっか、いやどうしようこれな、ちょっとよいしょ。あー結構いいなこれ。なんなんだろうこれ、東京プレイングブリキゲーム。箱絵がめちゃくちゃいいなこれな。ブリキゲーム、これは何なの、これ、ブリキのね、いや結構、かっこいいな。コマとかもね、これ面白いコマ。キャッツアイのポスターもある、キャッツアイ。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。